ものづくりのエンジニアが集まり、極限のアイデアとテクニックを競う技術開発エンタメテレビ番組魔改造の夜。子供のおもちゃや日常使用の家電がえげつないモンスターへと姿を変える。猫ちゃんのおもちゃを6メートル落下させた後、25メートル走る。湯沸かし電気ケトルの蒸気を利用して動力を生み出し綱引きをする。エスニーとして今回挑戦したのはこの2つのお題。ソニーがどのようなモンスターを作ったのか、開発の裏側にどんなドラマがあったのか、その秘密に迫る企画、それが魔解剖クロストーク。こんにちは、 MC の田中です。普段はロボットエンジニアとしてトイオというロボットを作っています。今日は魔改造の夜という番組にエスニーというチームで参加して、ソニーの人とかですね、技術熱意を結集して家電と、おもちゃを魔改造してきたのですが、その参加したメンバーにプロジェクトを魔解剖してもらおうということで、メンバーの皆さんに集まってもらいました。画面向かって右側にいるのが家電を魔改造したケトルチームです。ケトルチームの皆さん、ありがとうございます。画面に向かって左側がおもちゃを魔改造した猫ちゃんチームの皆さんです。私は猫ちゃんチームのリーダーをさせていただきました。ということで、ここから、ぜひですね、皆さんの、プロジェクトの秘話とかですね、思いをぜひ聞いていきたいと思います。ということで、今回は、プロジェクトに関わったメンバーが、どんな役割を果たしていったのか、そしてそこから見えるソニーのものづくりとか、コミュニティの特徴というところにフォーカスして、いきたいと思います。はい、それではですね、ここからは、ケトルチームのリーダー坂根さんに、ケトルチームにはどんなメンバーがいたのかとか、あと普段はどんな仕事をしていて、今回はどんな役割を担ったのかというのを聞いてみたいと思います。では坂根さん、お願いします。はい、リーダーをさせていただいた坂根です。普段はソニーインタラクティブエンターテインメントで、プレイステーション5の光学ドライブの設計をしています。ケトルチームは、その様々なその事業部からメンバーが集まっていて、僕はゲームの開発をしていますが、テレビや、オーディオ、R&D や、カメラ、まあ、そのソニーの全て の, その事業部から、まあ、メンバーが集まっています。年齢も非常に幅が広くて、まあ、1年目の方がいらっしゃれば、もう50歳を超えるようなそのベテランのエンジニアの方もいらっしゃる、そういうようなその多様性にあふれた、いろんな方がいる楽しいチームでした。ありがとうございます。次に、猫ちゃんチームの方に行きたいと思います。猫ちゃんチームのサブリーダーを務めてくれた土井さんに、このチームのメンバー普段はどんな仕事をしているのかとか、あとはどんな役割で参加したのかというのを、土井さん自身も含めて、紹介してください。お願いします。普段はソニーセミコンダクトソリューションズという会社で、スマートフォンのカメラ向けのイメージセンサーの開発に携わっています。まあ、本当に今回のこの猫ちゃんチームとしては主にカイト の機構を作っていくことを中心に働かせてもらったんですけども、本当この今いる猫ちゃんチーム、多種多様な人たちばっかで、まあ、メカ設計やってる人とかいれば、電気設計やってる人もいるし、でなんとロボコン経験者も結構いたりとかして、あとはその趣味でぬいぐるみとか作っている、まあ、岩瀬さんなんですけどでも外装とかも頼らせてもらったりとか、本当にいろんな人がいるチームで戦ってきました。はい、ということで、まあ、いろんな振れ幅のあるソニーの、メンバーですけれども、ここからはですね、ソニーのものづくりにどんな特徴があるのかというのを、聞いていきたいと思います。今回プロジェクトを通して、ぜひですね、ソニーのものづくりって面白いなとか、変わってるなとか思ったところをぜひ聞きたいと思います。じゃあ、なんかある人、じゃあ、はい、アツさん、お願いします。ケトルのエピソードで言うと、まあ、今回綱引きする綱とかを実際に自分たちの手で触ってみた時に、お互い2台のマシンが引っ張り合った瞬間にすごいこう伸びたりするっていうのを自分たちの手で実感したので、ケトルチームの黒田さんは綱屋さんに、実際に試合で使う綱を買いに行ってもらうっていうようなことだったりとか、
まあ、ボイラーを自分たちで作ったので、ボイラーチームの、まあ、西島さんとかが、まあ、ボイラーにもうボイラーに愛が注ぎ込まれすぎて、最後の方はもうボイラーの気持ちを代弁してるんじゃないかっていうぐらい愛情が伝わるっていうエピソードがありました。まあ、そんな中、今回メンターとしてですね、チーム全体をですね、もう精神的にもものづくり面的にも支えていただきました大鳥さん、今回のものづくりについてやっぱりこれだけ仕上げるにあたってこうみんなに体験してもらいたかったことって何かありました？手を動かす、あとはその感覚をまずは手で掴んで、そのどのぐらい その強度のものが必要なのかとか、どのぐらい その重さのものがどのぐらいのスピードで動くんだとか、まあ、どのぐらいの素材のどのぐらいの厚さのものがどのぐらいの力でどのぐらいたわむんだとかね、そういうあたりのまず手で感覚を掴んで、それから大体このぐらいだろうっていうので、実験をする、まあ、とにかく手を動かす、想像で議論してる暇があったら手を動かすっていうのを、まあ、みんなにね、しつこく何度も言ってきました。僕も改めて見たら驚くんですけど、全部手作りしたんですよね。ほぼほぼ作ってない部品は、まあね、バルブとかあるかもしれませんけども、手で作って切ったっていうのは、やっぱ それだけ手をかけたからこそ完了にしちゃうっていうのがあると思います。はい、ありがとうございます。では今度はですね、猫ちゃんチームのメンバーの中でちょっとソニーのものづくりしてる人ってこんな人がいるとか、こんな、ね、それこそ変な人がいるよとか、そういうのを含めてちょっとなんかエピソードある人、はい、あ、じゃあ岩船さんお願いします。はい、今回魔改造に参加したメンバーはみんなものづくりがすごい大好きな人が多いと思うんですけれども、で結構個人で 3D プリンターを持ってる方もいらっしゃったりとかして、すごいなって思ってたんですけど、特に驚いたのが内山さんで、お家に熱造形の 3D プリンターだけじゃなくて、光造形だったり旋盤だったりフランス盤とかもお持ちだということで、お家でどんどん作業を進めてくださったりとかしていて、そのことにすごくびっくりしました。ちなみになんか、ね、ちょっと質問なんですけど、この中で 3D プリンター家にあるよっていう人いますか？お、結構あります。あ、自分も持ってるんですね。はい、はい、ではここからですね、ちょっと趣向を変えて、まあ、いろんなものづくりの、ね、熱い時間を過ごす中でいろんな言葉が出てきたので、それをですね、皆さんちょっと思い出せるやつを、特徴的なやつを拾って、ちょっと紹介してもらいたいなと思います。こんな図があるのでこちらを、使って紹介したいと思います。ではちょっと一つ、とりあえず分解してみますかってやつ、はい、これケトルチームですかね。はい、じゃあ、あ、はい、森さんお願いします。とりあえず分解してみますかはもうケトルチームのスローガンじゃないですけど僕の中だと結構もう毎日っていうかもう常になんかやってたような感じで、こう、まあ、クリエイティブラウンジにあるものはもう全て分解されるというか、分解してほしくないものはみんなもう分解ダメってもうマジックで書いてて、それ書いてないものはもう分解 OK とみなすみたいなところがあって、この開発の中でも結構その分解禁止っていうのを書いてないものは結構バラしてこの中に組み込まれました。まあ、アイデアの元にもなるし、やっぱ分解からものづくり始まるということですごいですね。本当、じゃあちょっとみんなの前には僕のものは置かないことにしますね。分解されたら困る。はい、はい、ありがとうございます。はい、では次猫ちゃんチームに行ってみたいと思うんですけれども、まっすぐ走れるまで帰れまてんって書いてありますけど、紹介してくれる人、はい、小島さんお願いします。尻尾を担当してました小島と申します。今回の機体ですね、車輪型のロボットとか違ってですね、それぞれ4つの足が、ちゃんと、地面から離れてちゃんと浮いて歩くという風な機構を採用していました。でそこでですね、問題になったのがなかなかこの子まっすぐ歩いてくれないんです。っていうのも、まあ、テレビ見られた方はなかなか、あ、綺麗にまっすぐ着地してまっすぐ走って、くれているっていう風な映像を見られたと思うんですけど、その前はですね、なかなか右側に行ったりで、今度走らせてみて逆に左側に行ったりっていう風なことをすごく繰り返してました。まあ、それのためにですね、尻尾っていう風な構造をつけて作っていたんですけれども、どういう制御を入れていくかとか、そういう風なことを夜な夜なもう帰れないんじゃないかと思うぐらいひたすらやってました。まあ、そういう意味でそういうふうなコメント書かせていただきました。放課後ならではのね、夕方から始まってるんでこんなことになっちゃうということで、はい、
ということで、まあ、いろんなエピソードあってまだまだ紹介したいし足りないんですけれども、まあ、僕自身ですね、この魔改造のプロジェクトの中で最初にそのソニーらしさっていうのを、まあ、ちょっとあえて考えないようにしようというのをみんなで共有してみました、まあ、言ってみるとですね、実際まあ、すごいものが出来上がったんですけど、まあ、逆に随所にソニーらしさっていうのはなんか正直出ちゃってるなっていうのも感じていて、まあ、禁止されても出ちゃう癖みたいなのが、まあ、らしさなのかなっていうのも、はい、感じた次第です。まあ、そういうのも含めて本当にみんながものづくりを楽しんで、普段から仕事もしているし、まあ、こういう放課後活動もするというのが、このソニーグループの、ものづくりの楽しいところでありいいところかなと思って僕も、改めて実感することができました。で僕も、そういった、ものづくりを楽しんでいる人間の一人なので、ぜひ皆さん一緒にものづくりを楽しみましょうということですね。この動画もこれで終わりですが、この動画の他にですね、モンスター編という動画も公開していますので、ぜひご覧ください。そしてソニーグループの SNS にも、その他さまざまな情報も発信していますので、ぜひ皆さん概要欄をご覧ください。ということで今日は皆さんありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。